はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は前々から結構リクエストをもらってたんですけど、私の筆箱を紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、まずよく筆箱何使ってますかって聞かれるんですけど、私はこちらの筆箱を愛用しています。ちなみにこれはフランフランで買いました。2年前ぐらいに買ったのでもう売ってないと思うんですけど、一応紹介しておきます。ちょっとここにはシレット A パンダさんがいるんですけど、このフリンジとかもめちゃくちゃ可愛くて気に入ってます。開けます。はい、開けるとこんな感じで結構カパって開くので、こういうタイプを使っています。じゃあちょっと紹介していきます。まずシャーペンを紹介します。はい、シャーペンはこの2つを持ってっています。はい、まずこっちが 0.5 のアルファジェム、アルファジェルなんかなんですけど、この持ちのところがすごいプニプニしててすごい気持ちいいんですよね。これ私普段あんまりこれ使ってないんですけど、気分によってたまに使ったりしてます。でもう一つが 0.3 のクルトガです。やっぱりクルトガ好きなんですけど、なんか普通のこういうシャーペンとかだと芯とかがだいぶ斜めに削れていったりするとどんどん太くなっちゃうじゃないですか。あんまりそういうのが好きじゃなくって、でクルトガ芯が回ってくれるのですごい使いやすくて愛用してます。私はちなみにシルバーのシンプルなクルトガを使ってます。次消しゴム。はい、消しゴムこの3つです。こんな感じでちなみに3つあるかは不明なんですけど、なんかとりあえずここら辺はなんて言うんだろう、まだ使えるかなみたいな、まあ、使わないんですけど、結局使わないけど一応取ってあります。念のために忘れた子とかいたらこっち貸してあげてみたいな、できたりするんで。はい、でちなみに消しゴムものを使ってます。普通に消しやすいんでこれ愛用してます。であとはちょっとなんか小道具系いきますか。小道具系ハサミ、ホッチキス、テープのり、修正テープ、こんな感じですかね。これは別に特にこだわりとかはなくって、修正テープもこれ100円ローソンで2個入りで100円なんですけど、めっちゃいいです。これ普通になんかなんだろう、すごいいいです。黄色とピンクがあったんですけど、私まだ黄色使ってて、これ一つ目なんですけどすんごい長いんですよ。でなんか私結構修正テープとか壊しちゃうタイプなんですけど、全然壊れなくって長持ちします。はい、このテープのりはいつもお母さんに買ってきてもらうんですけど、今回はなんか白クマでした。白クマのテープのりでした。国陽さんのテープのりです。可愛いです。でこのホッチキスはピンクで可愛いなと思ってこれにしました。でこのハサミも真っ黒でシンプルなんでこれにしました。であとはマッキーマイネーム。はい、マイネームここら辺です。多分これもう出ないんですけどなんか名前ペンとかってすぐ出なくなりません？なんかわかんないけど、この何激細極細の方とかすぐ出なくなりません？私だけかな。多分これもう出ないと思います。で、あとなんかこれは、なんだろうな、普通にダイソーとかで売ってたやつなんですけど、でも太いんですよね、これめっちゃ多分使う機会あんまないんですけど、なんか一応入れてますね。私あんま整理とかできないタイプなんで、ちょっと入れたら入れっぱなしとかになっちゃうんですけど、はい、これも一応入ってました。で、あとは、なんかここら辺は暗記ペンなんですけど、こういうのはテスト習慣とかよく暗記する教科は大事な部分こうやって聞いて、間違えたらこの白の方で消してとかやってます。で、あの緑のシートを隠しながら覚えてます。いつもそう、なんかテスト勉強とかどうやってやってるんですかってよく聞かれたりするんですけど、私は基本前日に詰め込むタイプなんですけど、大事な部分をこのね赤のペンで引いて緑のシートを置いて、そこを何回も読み直して暗記してます。まだ現役高校生なんで頑張ってますはい、であとは定規はこれを使ってます。これ結構使ってる人よく見るんですけど、色違いとかでみんな持ってたりして普通に使いやすいので使ってます。はい、であと写真はこんな感じ使ってます。こっちクルトガ用で、こっちがさっきのピンクのやつなんですけど、 0.3 のはエイジを使ってます。エインって読むのかな、アイン、エインかなんかのやつです。でこっちがウニかなんかの 0.5 の HB の写真です。ボールペン、これは普通にペン、黒のボールペンです。うん、どこなんだろう、ペン
メンテル、ビクナ、ビクナ、ビクナ、なんて読んだろう。こんな感じのブランドのやつです。これすごいスラスラかけてめちゃくちゃかけやすいんですよね。であとこれは、お父さんのお姉ちゃんにプレゼントもらったんですけど、ちょっともうなんかだいぶほんと小学校ぐらいっていうかなにもらったやつで、ちょっとだいぶこれの曇ってきちゃってるんですけど、スワロフススワロフスキーのボールペンになってます。すごいキラキラしてて可愛いんですよね。であとはカラーペン、小学校の頃からめちゃくちゃカラーペン持つタイプの人間で、こんな感じでいろいろあります。まずこれが全部サラサのカラーペンになります。こっちからオレンジ、赤、ピンク、紫、青、青、青ちょっと2個あるんですけど、だいたいこの青はあんま使ってなくって、でこの赤も丸付けするときぐらいに使います。でこの4つは先生が板書のとき色使ってたときに同じ色でだいたい書いてるんですけど、いつもこれはいつもなんか文字とか書くときに使ってるタイプのやつで、こっちがなんか先生が四角で囲むときとかによく使うやつになってます。でラストがこれです。フリクションですよね多分。 0.5 のオレンジを使ってます。これはテスト勉強のときとかに、なんかなんて言うんだろう、教科書に書いてある大事なやつとかはこっちの赤で引いて緑で隠してやるんですけど、なんかワークとか自分で書いて覚えたいなっていう時にこれを使って、で赤のシートで隠すと見えなくなるのでそれで覚えてます。でフリクションは書いても消えるんで、それがすごくいいなと思ってこれ使ってます。はい、こんな感じでもう私の筆箱の中身は終了です。はい、本当にこんな感じで本当に至って普通な筆箱の中身なんですけど、リクエストがいくつか来てたので紹介してみました。私基本的にシンプルが好きなので、なんか小学生の頃まではキャラものとか結構使ってたりしたんですけど、まあ、高校になったしなと思って私はこんな感じでシンプルな文房具を使っております。はい、今回の動画はこんな感じです。少しでも参考になったなとか思ってくれたら高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。